シンジオタクチックなポリプロピレンの、窮棒モデル立体規則性、または、タクティシティとは高分子化合物において隣接する、キラール中心の相対的な立体構造を指す。タクティシティという名称はギリシャ語で配列することを、表すタウアルファカッパタウイオタカッパに、由来している。立体規則性は、ポリマーの物理的な特性に影響を与える。 高分子構造の規則性は、堅固な結晶の長距離秩序や柔軟な飛翔室の短距離秩序に影響する。正確なポリマーの立体規則性を知ることにより、ポリマーの融点や、ある溶媒への溶解性、機械的性質などを知ることができる。また、タクチック高分子は、配置繰り返し単位のすべてが同じである、規則性高分子を指す。 タクティシティは、例えば H2C、CH マイナスのように表される、ビニールポリマーに見られる。ビニールポリマーの繰り返し単位は高分子骨格において、地間器 R がある原子の片側についているとき次の繰り返し単位でも同じ側に地間器 R があるが、もう片側の地間器は次の繰り返し単位では、炭素原子に対するその地間器の配置は同じであるとは、限らない。 主査を形作るすべての炭素原子が四面体系気化構造を取る炭化水素分子をなった投影式で表すと、ジグザグ型の主査が、紙面にあり地換基は、紙の手前側あるいは奥側にあるものとなる。モノタクチックダカ分子は繰り返した単位ごとに一つの、キラル中心原子を持ち、N タクチックダカ分子は繰り返し単位ごとに、N 個のキラル中心原子を持つ。立体規則性に基づいて、 高分子を分類すると以下の3種類に対別される。イソタクチックダカ分子はすべての置換器が炭素骨格の同じ側にあるため、ただ一種の配置基本単位からなっている。イソタクチックポリマーは一般的に半結晶性で螺旋構造をしている。例えば、チーグラーなった触媒反応により合成されたポリプロピレンはイソタクチックポリマーである。また、 ヘミイッソタクチックダカ分子は繰り返し単位ごとの、置換器の種類が異なる、高分子を言う。シンジオタクチックダカ分子は互いに、共造異性の関係にある、配置基本単位の交互配列からなる。メタロ線重合触媒により合成されるポリスチレンや、ガタパーチャ樹脂はシンジオタクチックポリマーである。アタクチックダカ分子は、配置基本単位の配列が無秩序である、高分子を言う。 すなわち、ある配置単位の置換期の向きは隣り合う配置単位に、対して同じものにも異なるものにもなり得る。その無秩序さのため、アタクチック打分子は、一般的に非消失である。NMR 法のような分光測定法を用いると、高分子中の核、トライアドの100分率を正確に求めることができる。ポリエンカビニルのようなフリーラジカル重合で合成される高分子は、 一般的にアタクチックである。ポリスチレンは一般的にアタクチックであるが合成に特殊な触媒を用いることによりシンジオタクチックなポリスチレンを合成できる。アタクチックなポリスチレンは不規則な構造により鎖を形成しにくくなるためガラスの形質を示すが、シンジオタクチックなポリスチレンは半結晶性の形質を示す。ありがとうございます。